はい、どうもこんばんは。不燃ゴミです。まあ、最終日、まあ、最終枠ということでですね、やっていきたいと思いますけどね。まあ、本日は皆様いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、泣い猿て神も笑さん、っ初てもで見です。すね。猿ゴミさんどうも、初見さんいらっしゃい。まあ、泣いても笑ってもね、これが最終日。嫌いなやつランキング最終日になります。まあ、順位はね、ちょっと紹介していきましょうか。1位、マフティ。これね、リベンジポルノ出会い中、聖獣、女性服で、まあ、リスナーからもらった女性服でオナニーとかね、ロイプやり捨てっぽい。チントツとかね、様々な性的な悪行をね、レイプ以外はやってるんじゃないかっていうレベルのね、まあ、レイプまがいのこともやってたりするんですけど、これ1位のマフティです。まあ、今はね、これこれとかね、猿神さんが待って聞いときます。あ、ありが面とうご白ざいそうまなす。ので、猿、猿あ、神じゃ1あ、号じゃさねえん、わ。タイヤン。タヤン、1号タヤン投票ですね。ありがとうございます。1号タヤンね。はいはい。まあ、途中止まっちゃったりするかもしれないですけどね、こんな感じでね。どこ行った？匿名応援団長さん、こ 11。んばんは。キはノい、コこんにばん1は。票をおピノ願コいにし1票ます。ありがとうございます。37。まあ、様々なね、女性関連の悪事をやり尽くしたと言ってもいいマフティ。まあね、昨日の段階でね、マフティにやり捨てポイされたね、花太郎っていう女がね、まあ、パルパルだとか、これこれだとかね、これこれはちょっとだいぶ前か、ちょっと前かね、1週間前、2、3日前ぐらいだったかな。なんかそんくらいとかに、これこれのところに一つ行ったりしてね、まあ、言うてもそこまで問題視は、それでもそこまで問題視はされてないような感じではあるんですけど、まあ一時期ね、バーッと閲覧とかも上がったりしたマフティが今1位に入ってます。で、2位は萌えプリン。この萌えプリンはですね、まあマフティとトラブルを起こした女性の一人です。はい。その花太郎の前ですね。前というか一応ね、付き合ってる時期が被ってたっていう話もあるんですけど、まあ、萌えプリン、花太郎、マフティ、花蜜とかね、そのあたりでマフティを取り合うみたいな感じの時期が一時期あった中で、まあ、その中心格の人物だった、まあ、本妻だった萌えプリンにね、大量に票が入っています。これは多分支援がほとんどじゃないかな。で、3位がシュリポン。これ78票、これ花火なし。純粋に一番嫌われてる人間ナンバーワンで言えばこのシュリポンです匿ね。名応援団長さんは突はい、あ然りがアとうスごタざリいスまクす。をピメノコガにバ1ス票でコすープね。アスタリスクキノコに1票。ピノコ1ね。まあ、純粋に一番嫌われてるのは、まあ、このシュリポンっていう男でしょう。間違いなく。やったことといえばね、まあ、周りの人間を使ったりとか、恐喝、恫喝、まあ、最終的には、女性に対して裸土下座を強要して自殺に追い狸込む。2号さん、もう、首尾これはね、応援です。人殺しですよ。人を殺したとも同然と言えるんじゃないかっていう風なね、感じの人間、これはシュリポンですね。まあ、生粋の犯罪者と言ってもいいでしょう。で、まあ、言ってることはね、もうすごいわがままで拙い感じではありますね、正直ね。子供じみた、理屈になってるのかどうかわかんないけど、自分勝手な言い分で、俺は正しいって言い張り続ける。で、困ったら相手をブロックしたりとかね。もう話をし猿ないっ神ていさう。ん、アイテムで何票入れるとこだわるの？ですね。一応今、応援花火でプラス3秒。狸これだ3けで号すさんね。も荷物でお願いあまとしはまもうす。タヌキと、あとポンポンで1票入れれます。はい。無料ポンポン3個で1票。で、応援花火1発で3票だけ入ります。それ以外はありません。もっちんね。3号はもっちんでいいのかな？違ったら言ってね。多分もっちんでしょう。もっちん、ここね、18。あ、ついにもっちん、ウニ超えましたね。
じゃあ次行きましょうか。これでいいか。ね、ピノコ。このピノコに関しては僕あんまりよく知らないんですよね。まあ、まあ、話によると、まあ38票は入ってるんですけど、まあこれ女性の方で、コラボに結構上位にいる方ではあるんですけど、4位がこれナチね。そう、ララ軍団なんか入ってるんですよね、結構ね。ナチ。もう、これはもう11位、単独11位に上り詰めた感じかな。で、ピノコこれよくわ、まあ僕は知らないんですけど、よくコラボ上位にいる人はいるんですけど、まああの暴言、汚言、ストーカー扱い、決めつけ自己中粘着っていうね。はい、午後シュリポン日票ね。あ、すみお疲れ。ね。シュリポン日票。あ、でもこれシュリポン、これ萌えプリン超えるかもね、素で。結構萌えプリンに対してはね、あの花蜜っていう女がめちゃくちゃ花火を投げてるんですよ。こいつ嫌いっつって。多分ね、これ萌えプリンのほとんどの票がその花火ですね。でマフティもほとんどの票が花火です。ほとんどの票ってわけじゃないか。たぬき7号さん、うん、木村拓哉1票ね。6、7がキノピノコと木村拓哉ね。キノコ言っちゃった。6、7、ピノコと木村拓哉が14。はい、それでヤスピロ、8号ナチね。次の説明いこうか。ちょっとピノコはあんまり詳しくないんで説明できないですね。ナチどんどん上がってきましたね。まあこのヤスピロ、これはですね、まあ元アイラのところのリスナーっていうことでですね、まあ極度のメンヘラですね。まあしかもアイラに対してのメンヘラみたいなところがあって、で虚言、売名、暴言、媚び、あとね他のやつにね、媚び売ったりとかね、そういうのもかなりするやつで、で隅は花屋に一票ね。オッケーオッケー。花屋は今やっとこれ3秒ですね。花屋4票ですね。はい、でいいのかな。ね、このヤスピロっていうのはそのアイラとトラブルになったっていうことでね、リスナーに攻撃をしたりとかね、あと虚言はすごいひどいみたいですね。あとは売名、これもね、なかなか売名の仕方はうまいです。で、酔っ払って、暴言とかね、あと、まあ、媚びを売ったりとかっていう風なことっていうの、他のリスナー、配信者とかにね、急に媚びを売り出したりとか、で、いろんなやつに LINE を聞いたりして、出会い中して粘着して鬼伝するみたいなね、まあ、酔っ払いの最低を集めた感じですね。で、9号はもっちんと。はいはい。OK っす。9号がもっちんのこいった。もっちんも結構上がってきましたね。で、まあ、それヤスピロね。で、ララ軍団。これはね、集団ストーカー、集団通報。これは一応集団嵐も入るんですけど、ちなみに僕もこれトラブルにあったことがあった。トラブルになったことがあって、ネムネムっていうのを禁酒にして、でネムネムっていうのがまとめてる軍団ですね。まあ、そのララ軍団のトップみたいなの言ってる人間はこれあれですね、あれ雇われ店長みたいな感じです。でこの裏方にはネムネムがいて、でネムネムの指示でこの集団通報とか集団ストーカーとか集団嵐は行われてます。で最近はね、歌偽装っていうね、歌をちょっと偽装するやつがいるっていうことでですね、まあ、そういう疑惑が出てるっていう、流れてくる歌が 生で歌ってる歌じゃなくて、何普通になんか補正とかしてある歌しか流れてこないっていうんでね、歌下手なやつが集まってるんじゃないかって、
まあ、そういうの。11号さんランキング見てキノコ枠に初見と入れたらブロックになった。キノコ2票。11号1票ね。はいはい。はいはい。まあ、それがララ軍団ですね。たぬき12号さんなちで。12号なち。さあ、今日0時までですね。一応ね。ナチも上がってきましたね、これ。で、スマイルジャック。まあ、こいつ僕よく知らないんですよ。で、出会い中、女好き、ロリコン、フェミニスト、年齢詐称、生ポということでですね。あ、ポンポンありがとうございます。こいつに関しては本当に詳しいことがわかんないです。はい。たぬき13号さん応援花火一発でで1票かな。応援花火一発で3秒です。はい。3秒上げれます。さすがに1票は広いかなと思って。誰か知らんけどボロカス言われててそう。シュカさんマフティーで。で、シュカはマフティーに1票。あ、シュカ、スミ来てるよ、スミ。シュカが前に告白した。マフティ2票ね、オッケーオッケー。で、このスマイルジャックっていうのがちょっとわかんない。14号3じゃスミで。14号スミ。14号スミね、オッケーオッケー。匿名応援団長さん、ピノコに1票。14。たぬき15号さん、シュリポン1票。14スミね。シカさん、炭入れてあげたよ、感謝して。で、ピノコと、あ、14で、ピノコとシュリポンね。ピノコ1。で、シュリポンが1ね。シュリポン。サルガミさん、じゃあ、シュリ豚に30票。マジかよ。いや。はい、ありがとう。シュリポン。シカさん、ヤバワラ。はい。はい。これ、シュリポン一気に、あれですね。ポクさん、相当嫌いじゃん。ありがとうございます。応援花火ありがとうございます。ます まあこれね、松平健に1票16号ね。いや、びっくりした。松平元15票目ね。で、一応ね、これね、ここで終わるだけじゃなくて、一応この喧嘩突通者ウィキっていうのを僕が作ってる、運営してるウィキがあるんですけど、ここにアップロードします。はい。あの、ポンポンは3個で1票なんですよ。で、112ね。あ、はい。3個で1票っす。はい。いや、ありがとうございます。はい。まあ、シュリポンね、僕も、匿名応援団長さん、シュリポンに1票お願いします。はいはい。たぬき17号さん、シュリ1票。17号、シュリポンに、ね。ポクさん、俺4票入れたからね。17。サルガミさん、了解です。シュリポンに1票。まあ、その辺をなんかぶっ飛ばしたら、ね。18号さんでは、俺も末限で。18、末限1票。末限1票。さあ、まさかの、まさかのそんな感じ？あと2票差ですね、これ。で、まあ、スマイルジャックはちょっとよくわかんないって話しましたね。これ僕はあんまよく知らないですよね、この人のこと。だからこれ何とも言えないんですけど、で、まあ、8位は名古屋のキング。で、花火は一発だけかな。で、聞いたらブロック逃げとか、まあ、ねえ、まあ、そもそも配信がうざいとかっていう風な話とかもありますけど、まあ、高圧的な態度とか、まあ、まあ、でもこれ母数が多いからね、ここはね。リスナーとかっていう数が多いんで、名古屋のキングっていうのはやっぱり、その部分であれになってる。あ、シュリポンに1票。シュリポンに1票です。115ね。まあ、そのあたりが嫌われる対象になってる。アンチが多いとかね。そういうところが対象になってるんじゃないかね。たぬき19号さん、名古屋に1票ね。1票お願いします。はい、ありがとうございます。イブに1票。たぬき20号さん、不燃ゴミで。不燃ゴミで？はい、不燃ゴミに1票ね。名古金に1票と、イブと不燃ゴミね。
イブド19、20で不燃ゴミ。やべ、おじたん超えちゃった。たぬき21号さん、首里豚お願いします。あー、待ってね。19、20。19、20。で、21がシュリポンね。はいはい。やっぱ、忙しいね、最初。おっと、トップタイ。シュリポン、なんと、土壇場でトップタイ。まさかの。あ、いやー。さん、に投票すればよかった。あ、イブ忘れてた。イブね。イブさんってそんなに。22号さん、暴言、うん、ブロックゲーで松平お願い。はい、松平ね。22号。たぬき23号さん、私も不燃ゴミさんで。なんで俺や、本当に。23。不燃ゴミ1。隅の1票ないんだけど。隅の1票一番下にある。ほら。待ってね。松平1票と不燃ゴミ1ね。たぬき24号さん、暴言、ブロック逃げのピノコに1票。24が、ピノコ、はい。24ね。いやー、忙しくて解説もできやしね。で、ブロック逃げね。あと。で、22は、松平ブロック芸ね、暴言、ブロック芸、あ、芸。はい。たぬき19号さん、イブ、監視役で愛中、虚言被害者面、理由追加お願いします。はい、監視役で愛中、虚言被害者面。たぬき25号さん、凍結。25号凍結了解。イブさんって結構あれだね。ポクさん20位のアンダーバー粘着メンヘラさんチックス W。凍結が12。シュカさん、ちなみにうちのウィザード版にさせたの誰？ん？わかんない。でも、ウィザードはなんか、どっかに、自爆で、チンコ出したって話は聞いたんだけど。自爆で、チンコ出したっていう話は聞いたんだけどさ。あーっと、ついに1位の座、シュリポン、奪還。まさかの、土壇場でシュリポン1位。ああ。まあ、今連は。たぬき26号さん、首里豚嫌い。26は首里ポンか。26首里ポン。118。圧倒的だと思って、これはもうマフティートップ変わらないだろうだと思ってたんだけど、やっぱり来るか、最終日。これはもう残りはもうあと1時間、あ、2時間15分ぐらい？ここはもう、あとは自力の戦いかな。匿名応援団長さん、シリポン1票、ありがとうございます。たぬき27号さん、アイチャもリスナー雇ってイベントコラボ配信、虚言リアル中。国産シリポン、誰か知らんけど勢いがちげえな、ここまで嫌われるなんてカリスマ。アイチャもね、まあ、人殺しだからね、シリポンはね。アイチャも1票ね。これが狸28号さん、虚言癖あるって知らんぐらい。知ってる人があまりいないので不燃ゴミさん、知らんからって俺、まあいいけどさ。奥さん
さんなんでしゅ夏に送ってんのこれ使い方難しいなふわちたぬき29号さん首里で理由は裸土下座はやりすぎだからです。ああそうね。シュカさん首里ポン昔からいるジャンツイキャスでも女性に配信で裸土下座させた人だよ。うん。たぬき30号さん首里ポンに一票。待て待て待て落ち着け落ち着けちょっと待ってよ。で裸首里ポンにプラス2票ね。裸土下座やりすぎと。こうきらめきさんちは56がまるでば娘のゲームしてるみたいだな。そうね、まあやってたけどね。これは2930だね。徳、うん、さん裸土下座させるなんてなかなかの性癖だな。匿名応援団長さん、シュリポンに1票です。さあ、最終日。匿名応援団長さん、最終日頑張りましょう。ああ、ありがとうございます。最終日っていうか、まあ、これの最終日だけどね。31号凍結1票。凍結1。まあ、解説ができない。ロゴまで行ったっけ？名古金まで行ったんだっけ？はい、では引き続いて解説ね。名古屋の県庁長さん、じゃあイブにウィザード日 N だし煽りしたから。こうきらめきさんすげえ追い込みわらわらわら。匿名応援団長さん10倍ポンポンをプレゼントしました。ちょっとイブが上がりましたね。イブがここよし。ああ、ポンポンありがとうございます。で、次が、名古屋のキングまで行ったから次、モッチンかな。モッチンはこれ、リスナーなんですけども、配信はまあ、前までたまにやってたっていうところはあるんですが、裏での虚言っていうのは結構ひどい人間ではあったと思いますね。あと、すごい、鬼伝みたいなのがかかってるらしいっていうのと、通報誘導。虚言は僕は知ってるんだけど、鬼伝通報誘導は分かんないですね。僕も一回揉めたことあります。はい。で、10位がナチ。これノンファミですね。属性としてはノンファミ。花屋の今現状の彼女で、まあ多分その花屋がもう配信をやめるきっかけになった人間っていうので嫌われてるっていう部分があるんじゃないかなっていう感じかな。まあ、花屋の人気に比例してアンチって増えるからね。はい、シュリポン2票32秒了解です。123秒目。僕さん花屋配信やめたの。いや、なんかね、ウニと喧嘩してやめるとかそういうことがなんか結構あったから、それで嫌われてるんじゃないかなっていう予測。こうきらめきさん実況中継になっとる。で、まあ11位ナチ、待って、10位タイだけどね。ナチに関しては、これ、シュランと性病。はい、シュリポンに1票ね、ありがとうございます。で、これが、ナチは、まあ、シュランと、まあ、性病って、ヘルペスっていう性病なんですけど、まあ、なると一生治んない。ちょっと待ってくださいね。ちょっと仕事もしないといけないんで、ちょっと仕事の方も、ちょっと僕、明日もね、ちょっと早いんですよ、ね。イブの理由にすっぴん関心ごぎ入れてほしい。いや、それはもう、匿名応援団長さん、まあ、ピノコに一票お願いいたします、M、アンダーバー、アンダーバー、M。すっぴん赤信号ね、はいはい。まあ、追加しとこうか、せっかくだから。どこ行った、イブ。あ、いたいた。たぬき33号さんイブに入れます。はいはい、33号イブ1票ね。しばしお待ちを。スノーさんただいまでい。ういっすういっす。イブが3、スノー入れ替わったわ。1位。不動じゃなかった。はい。ということでですね、今実況、ナチは、まあこのね、シュランと性病ね、まあたまに言ってることがよくわかんなくなる頭おかしい女っていう認識でいいと思います。まあぶっちゃけね、これ、キチガイとかね、
まあ、感情的に動くしすぎるところが周りに嫌われる理由かなっていうのもあるんじゃないかなと。W.O.O. シリコンやるたぬき34号さん、私の名前が入ってて不快なので通報しますね。はい、34号ブロックします。お疲れ様でした。はい、さよなら。自由にやってくれていいんですけど、まあ通報するって言われたらブロックします。はい、まあこれでもう見えないと思うんでね、楽しくやれると思います。はい、ということですね。まあ、ヘルペスは多分その理由、そうヘルペス、まあ、KD さんすごいいっぱいいる WW、はい、これランキングつける方が大変だね。いや、ランキングは今上から順番になってますね、一応。こっから一回消す最終のお楽しみみたいなんで、残り2時間は見えないようにする。まあいっか、このままで。まあそれは次回は考えよう。まあそんな感じでね、ナッチはそんな感じです。多分ね、その出しゃばりすぎというか、まあ、男ばっかりの周りにつきまとうっていうのも嫌われる一因なのかなと思います。たぬき19号で、次は松平源。こいつわからん。松平源って読むんだろうね、多分ね。大工の源さんかなんかわかんないけど、まあ出会い中セクハラ、銭ゲバ、虚言、暴言、ブロックゲーとね、こういうこと言ってますけど、一応、まあ、なんか、初めこれの名前出してきたのが、アイラのリスナーなんだよね。こいつに関しては分からん。で、木村拓哉、無職。こいつも僕よく知らないです。まあ、無職っていうのは大体、そんな感じでしょ。で、凍結タヤ。こいつね、多分、ツイッター見たら分かるんだけど、自分の不幸自慢っていうのが多いのよ。うん、気持ち悪いなと思って。うんで、なんか病んでる感じをすごい出してくるっていう雰囲気もあるんで、そういうあたりが嫌われる要因なのかなと思いますね。はい、ではこのままね、最後までいきましょうかね。はぁ、あ、こうきらめきさん、出走馬の説明わら。で、次がね、これ、花光、シュランビッチ、反社、虚言、腹黒ということでですね、この方ね、まあ、よく周りに喧嘩を売るんですよね。で、腹黒いっていうのは自分でも認めてて、酒とかはね、まあ、ツイッターとかでも載ってるんですけど、めっちゃ酒飲んで、朝起きたらいっぱい周りに缶が散らばってたとかいうぐらいの手乱です。でビッチっていうのはまあいろんなやつ、男を結構手下みたいな感じで扱ってるように僕はね少なからず見えます。はい、これに関してはようわからんですね。もうそこまで知らない。もともこれもノンファミリーで、もともとペロンチョっていう名前、ベロンチョ、ペロンチョ、なんかそんな感じの名前で、ツイキャスでね、喧嘩突みたいなのをやってた人間っていうことらしいです。で16位、まあ15位タイか、不燃ゴミこと僕ですね。あ、35マフティ1ね。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。35マフティ1ね。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。はいはい、35が10倍。こんばんは、キノコに1票お願いします。35がマフティに1で、ピノコに1ですね。45、同点キコダック3位と63。あー、コダック久しぶりで、次は不燃ゴミですね。まあトマトに砂糖をかけるのとマヨネージ作りが下手、コーヒーをねちょっと豆から入れるのが長いってね、夏なのにこたつってね、僕のこのお気に入りの画像なんですけど、これね、お前夏なのにこたつ入ってんじゃねえのっていうので、なんかいっぱい入って16位にいます。あ、15位タイにいます。はい、まあそういう理由ですね。で、17位、しんのすけ、出会い中、枠嵐、LINE 交換、強要、とね。まあ、こいつはね、本当に枠嵐に、
はもう女性のコラボに上がっては枠嵐みたいなのをするっていうね。まあ、キチガイチキチガイですね。で、18位、おじたん。陳謝で送りつけ配信ジャックをおこぼれ狙い自画自賛ってね。これは嫌いなやつランキングですね。30。嫌いなやつをちょこっと投票してもらってランキングを作るっていう。で、これが、なんだったっけ ?36 がマフティに1票118と。で、次、大福。よく知らん。まあ、腹黒配信ベロ中見えっ張りっていうことでね。まあ、ちょっとよくわかんないけど、まあ、この人も入ってます。で、20位、シュカ。ビッチメンヘラ粘着4倍。ずっと前の話を最近っていうっていうね。まあずっと前の配信、話を最近っていうのはね、もう本当にね、まあ、おばあちゃんみたいなね、話し方をするっていうことで、僕が喋ったらそれも入れろみたいな話になって入れただけなんですけど、まあ完全にビッチです。まあ昨日もね、ツイキャスを見てたらね、まあ、ビッチっぽかった。まあ、そんな感じ。こいつは。で、次は、せんちゃら、ビビリ巨幻。まあ、こいつに関してもよくわかんない。僕知んないかな。で、22位、スノー。電話中にミュート外したら本名。ガチ恋怖い、最近バグってるってね。37号、メンヘラのピノコに1票。1票ね。たぬき38号さん、リスナーにウジ虫と暴言浴びせてたので、ピノコに1票お願いします。シュカさん、アンダーバーじゃなくて仕事の話があれば。まあこれスノーに関しては分かんないね。コダック3アラスノー入ってるわら。スノーは入ってますね。3わけが分からんぞわらわら。たぬき394号番さん、4番に1票。3ん38、39がピノコね。4番が4番だよね。48。ピノコも上がってきましたね。39号さん、私はヘルペスじゃないから、他枠でなくて青いコメントする花肉。そうね。まあ、あそこバチバチだもんね。で、ジーマ、介護対象主覧ということでね。で、まあ、こいつはそうですね。まあ、そうね。で、これ、鼻水の彼氏の佐藤。で、エア彼氏疑惑ってね、これもよくわからんけど票が入ってるやつね。で、パンコ4票。これまあそうっすね。まあ、パンコってやつは4票。で、花屋4票。まあ、言わずと知れた喧嘩とつじゃね。まあ自分の女にランキングで負けてるっていうのもあるんですけど、まあ食い逃げ暴行法かってどこまで本当かわかんないようなことも書かれてますけど、まあ、ひよこ常連赤毛しメンヘラっていうね。脳天気コダック3知ってる人が何人かいて笑ってしまいましハニーた。ハニー、ハニーいるね。ハニーここにいたわ。ハニー2票になりましたね。40号ね。どこまで行った？華やか。で、M 様。これ3秒。自分に甘く、人に厳しい、ブレブレっていうね。まあね、マックを怒ってドヤ顔とかね、そういうことはまあ僕は言わないですよ。書かないですけどね。まあ、リスナーから指摘があったのはこういうことですね。ちょっと、これいいんだけど。で、次は8、下手くそラップ調子こき。まあ、そのままですね。で、よっさん。気持ち悪い人、人を不快なディスをするエロいってね。まあこういう意見で、パッコロ3秒、これ誰かわかんない。で、イブ、癇癪出会い中、虚言、被害者面、すっぴんセクシー、慎吾っていうことでね、一応並んでますけど、まあこのイブっていう人に関しては、僕、そこまで悪い印象はないんですけどね、なんか、まあ気に入らない人もいるんでしょう。まあ1個あれば、そのウィザードって人が、まあ、バンになるようにっていうか、チンコ出せよみたいな感じで煽ったのがイブさんだって話ですね。で、ライラ。まあ、これも有名配信者ですね。高飛車、部屋が汚い、虚言癖、金を返さない、とあるんですが、この人に関しても僕よく知らないです。まあ、一応ね、喧嘩凸みたいなとこで、いろいろな人のとこ売名に行って、まあ、有名になった人間っていう感じみたいですね。ライラ。で、マーベリック、自意識過剰、小獣と。
もうこれもあんまよく知んないです。で、七色、これ2票ね。もうこいつもよくわかんないんですけど、まあ、ニコ生からいたんじゃないかな、こいつね。ちょっとわかんないです。で、35位に安品川。コラボ嵐空気読めない深し自慢とかね。いろいろあるみたいですけどね。次、なっちゃん。これ2票で風俗嬢ということでですね。こいつはね、もう、あたお、完全にあたおかです。まあ、僕のストーカーでもあるんでね、ストーカーかって言ってもいいようなレベルではありますね。まあね、いきなり裸の写真を送りつけてくるとか、結構やばいやつなんでね、気をつけた方がいいかもしれないです。まあ、で、次は新やっちょね。これは、まあ、ツイキャスの大手かな。まあ、ふわっちはもういないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、2票入ってますね。で、ハニ、まあ、2票。まあ、ハニーね。で、安さん。このあたりは、一票はもう、あれしようか。まあ、いっぱいいますっていうことでね。あんまよく知らない人ばっかり。まあ、そんな感じですかね。まあ、嫌いな人言ってもらえればね、追加の方しますんでね。まあ、よければね。これ最終日なんで、これで決定します。今日のね、0時にはね。で、ファンタスティック応援花火からの流れで、まあ、シュリポンがトップに躍り出たっていうのがね、今ね、今日のまとめっていうとこでしょうか。まあ、ちょっとこの後の展開っていうのがどうなるのかっていうのはわかんないんですけど、一応ちょっと落ち着いた感じかな。3時間に入れ、トコソーしたら見切れる。ソウル、3今晩、ハーシュリポンが1位は、わら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 。で、G 間に1票ね。チーム1。ああ、なるほどね。微妙に見えてるけどね。シュリポンがもう最後の追い上げでね、トップにっていう。いやー、まあ、そうか。いや、素でトップに行くかと思いきやだったもんね。木村たこやに当店キコダッツ3コダッツ名古屋キングキラー1票コダックが名古金ね。名古金がこれで21、スマイルジャックと同等ね。コダックとで、トールさんは木村たこや21ね。コダックとトールさんね。こんな感じか。いやでもなかなかじゃない今これ。41号さんなら軍団に同じ41号ララ軍団アンダーバー M 41号ララ軍団に1票。ララ軍団どこ行った。ああ、もう結構上にいたわ。ララ軍団ってやっぱ嫌われるとこには嫌われてるのよね、多分ね。でもやっぱ最終日って結構盛り上がるもんだね、これね。まあそうね。キラ三ポンポンを3個プレゼントしました。あ、ポンポンありがとうございます。
しょ。当店キコダック3本、あ、ポンポンありがとう、ありがとう。プレゼントしました。どんどんね、これスノー、サンキザル、そんなシュリコン嫌いなんだな、あわら。うん、キザルね。まあキザルって結構かっこいいよね、でもね。うん、まあ、かっこよくはないけど強いよね、キザル。強い。いやー疲れた。ま正直なんだかんだ言ってね、疲れましたね今日まで。まあ、毎日とりあえず一回はこれやってきてたんだけどさ、うん。キラさん、キムタコにお願いします。あ、キムタコ、キムタコ2票でいいのかな。キラさんね。もうやっとゆっくりできる。最初はね、お疲れ様です。お疲れ様です。キムタコがこれプラス2ね、17。あー、いやいや、なかなかね、あれですね。42号ララ軍団ね。はい、了解。42ララ軍団。ララララ軍団が20。おっと、ララ軍団がこの1票で5位。はい。5位か。たぬき43号さん、おじたん。43号おじたんね。43がおじたんに。たぬき44号さん、大福。44が大福。大福に1票。いやいや、これはどんどん来ますね。非常に面白い展開ではあると言えるんじゃないでしょうかね。はあ、まあ面白いといえば面白い展開にはなるのかな。タビーユさん、おい、これされてる、わらわらわら。そう、シュリポンが来ましたね、これね。あ、まあ、正直来てもおかしくない感じはあったんですけど、ついに来たかっていう。特命公園団長さん、キムタコで。キムタコ一票ね。はい、もっと、キムタコが、これが10位争いから、一歩リードですね。10位。たぬき45号さん、ララ軍団。45号ララ軍団。ララ軍団に1票。うん。まあ、いい調子で投票も増えてきたっていう感じでね。あと1時間50分ぐらいか。まあ、一体どういう結末を出してくれ、見せてくれるのかっていうね。まあそんな感じの状況ではありますけど。特命応援団長さん、ポンポンをああポンポンありがとうございます。はい、特命
応援団長さん木村たこや、はい、木村たこや1票ね、19、木村たこやが9位のもっちんに迫っ、あ、同率9位ですね。まあ、このまま決まってしまうのかっていうところはあるんですが、どうだろう。たぬき46号さんなら軍団でお願いします。46らら軍団ね、46がらら軍団。あー、ラッシュが過ぎたね、うん、正直ようやくラッシュ過ぎたかっていう。いやね、やっぱね、ラッシュの時はね激しいのよ、うん、で一旦終わって次のラッシュが来るかどうかっていうのはまあ微妙なとこなんだけど、まあ来たり来なかったりよね、そこはね。3個でリストにしますか。しますします。最終的にはあの、一応あの僕が運営してるウィキの方にあげようと思います。はい、あんま使ってないんですけどね、今後これに使っていこうかなっていう、こういうのを結果を上げたりとかね、そういうことに使っていこうかなって思ってます。はい、いやー、まあ後からもね全然楽しめるっていうね、うん、後々公開はします。はい、楽しみだわら。まあつっても今日の47号プリンでお願いします。0時までだけどね。トール3拡散したろわらわらわら。オッケーオッケー。いやでもさすがに疲れた。47が萌えプリンね。嘘つき、虚言裏切りってことでいいかな。できるだけまあ、文面は合わせるようにしてるんだけどね。なかなかね、ふぅ。たぬき2号さん、父さん、ツイッターに拡散お願いします。まあでもこれ最後だからね、これで。どうなるかな。
いやいや。トールさんツイッターでいいの W あまり影響力ないけど笑。まあ、お任せしますよ、その辺は。いやー、来たなーって感じですね。ようやくここまで来ましたね。一応今のところ、まあ、激しい戦いではないのかもしれないですけどね。まあいろいろ繰り広げられてはいるんですけど、まあ、激しい戦い？激しいのかな？激しい感じに見えないこともない戦いはね、一応繰り広げられているんですけどね。まあ一旦ちょっとこれ小休止ということでですね。まあぜひロムってる方もね、こいつはやっぱり嫌い、どうしても嫌いっていう人間がいればね、一票入れていただければなと思います。はい。まあ、いないのに入れろって言ってるわけじゃない。いたらね、こいつ許せねえみたいな人間がいればね、入れていただければなと。たぬき48号さんピノ48コで。号ピノコね。はい。ピノコに1票。来月からはね、ちょっともうちょっと考えないとね、やり方はね。いやでもね、なかなか、なかなかですね、なかなかですね、いうか、なかなかいい感じで進んできてるような気はしますね。まあ、奇跡の大逆転みたいな感じでね、まさかのシュリポンが1位というところに盛り上がってきたところではあるんですが、まあでも、ここまでじゃない、さすがに。多分だけど、これ以上はさすがにいかないんじゃないかな、もう。多分だけどね。もうここまで来たらこれ以上のね、何かって、そこまでないんじゃないかなっていう気はするんですよね、やっぱり。
いや、てかまあ、ここまでね、すごい勢いでやっぱ来てたから、やっぱここまでなのかなーっていう気分はありますね。そうだね。ここからさらにってなると、なかなか、どうかな、でも。そんなに、ここからさらにっていうのは、ああ、ないっちゃないんじゃないかなっていう気はしますけどね。ぶっちゃけ。なかなかね。多分だけど。ここからさらにどうこうなるのは、さすがにないかな。多分ね。もう体勢は消したっていうかね、こういう言い方するとあれかもしんないけど。まあでもね、わかんないからね、こればっかりはね。いやもうシュリポンもそこまで行くと思ってなかったのが、なんかやっぱ応援花火一発で、いきなり変わったっていうのがあるから。やっぱり難しいところではあるのかなと思いますね。もう誰も予想してなかったですからね。そこまでやる人間がいるの。まあまあ、ちょっと落ち着いてきたんでね。この後どうなるかっていうのも一緒にね、ちょっとやっぱ見ていきたいと思いますけど。そう。どうなんだろうね、これ以上先。微妙だな。いやまあね、まあどうなるかはね、すごい楽しみではあるんだけど、まあ動きがね、やっぱりね、なくなるとね、まあここまでかーっていう感じにはなりますよね、やっぱりね。ここまでかなーっていう。まあ、一通り説明の方も終わってるしね。
まあ、あと1時間半か。まあ、もう一発波乱があるのかないのかちょっとわかんないんですけどね。まあ、もしよかったらね、投票の方だけお願いします。はい。見てる人ね。だから気になる人がいればでいいんだね。まあ、でもこのまま終わってしまうのかっていうところはね、やっぱりね。すごい微妙な部分ですけど。まあでもこのまま終わっても全然おかしくはないんですけどね。猿神さんいらないだろ、シュリコン。まあ、いらない動向っていうのはね、あんまり、その個人的な見解とかになっちゃうから、あんま言うべきじゃないと思うんですよね、僕が。そこは。まあ、僕がどう思ってるかっていうのは、これが終わった後で答えてもいいんですけど、まあ、なかなかね、そういうことをやっぱり言うと、ね、やっぱ有利不利とか出てくるじゃないですか。その上でなんかやったんじゃなくて、まあ、ちゃんとやってこうなったよみたいなの方がね、いいのかなと思ってるんで。そう、単純にね。と私は思いますよって感じかな。まあ、本当、いる、いらないっていうのはね、人によって変わる、あれだからね。言いたいことは言いたいことであるんだけど、まあ、そこはね、そこは。そこは。そこはやっぱ、ね。いろいろあるやん。まあ、言っていいこと悪いことっていうかね。まあな、これの信憑性をなくすようなことっていうのはやっぱなくしたいんですよね。誰かによって物言ってるとかって、あと難癖つけられないように一応全部残してるわけで。
そういうところはやっぱりありますよ。残さないといけない理由というかね。残すべきかなって思ってるのはやっぱり、あるかな。まあいろいろね、諸事情あるとは思うんですけどね、人それぞれ。ああ、でもなんかね、まあ、すっきりしたってわけじゃないですけどね。まあ、これやりきった感はありますよね。やっぱね、これやってて思佐々木うのが、49号さん1位変そう、わっ1位て変わる。りましたね。1位が、ちょっとシュリポンに変わりましたね。ちょっと、ファンタスティック花火でシュリポンが、まあ、トップに躍り出た感じですね。いやー、このランキング自動でやる仕組みってないかな。たぬき49号さん今何人いるの？ いっぱいいますよ、今。60何人ぐらい総勢名前は出てますね。あ、違う。もう、74人ですね、今。名前出てる人だけで。74人。てか、こっちのランキングは、ゴールドのランキング今どうなってんだろう、これ。すごいね、まあでも50位以内には絶対入りそうですね、これ。まあ30位以内も
ほぼ確定かな。やったー やったー言うて、やったこれで4エンチケが手に入る。まあ、エンチケ結構もう使いますからね、むちゃくちゃ本当に。たぬき49号さん、これ終わったら逆ランキングもやります。やる？好きな人ランキング？やるか。でもそれは49号さん、気持ちよくなれるランキング、いやーでもね、まあそれは来月にしようか。これなんかまあ毎回やるのもね、あれだから、こればっかやるのもねしんどいのよ、これもやるの。いやーこれね、2日かけてとかやるやん、しんどいのよこれ今回もこれ4日間でやってるけど、まあ、次やっぱ2日間ぐらいでやりたいのよね。まあ、このあとお試しでやる、一枠で。一枠もしんどいな。トールさん、お疲れ様ねい。まあでもあともうちょっとでね終わっちゃいますけども、これほとんど決まったんじゃないかね。決めと言えば決めで、これで決まったのかなっていう気はしますけどね。もう動かないでしょあんまり。動くとしたらマフティーあたりだろうね。マフティも今ね、花太郎の件で忙しいだろうから、こっちでバン来ることはないとは思うけど、動くとしたらマフティ、萌えプリンあたりか。まあでも萌えプリンはね、まあ動かないかもしれない。マフティもむちゃくちゃ嫌ってるやついるからね。このあたりが動くか、まあザザッと動き終わった後なんで、そう。この枠だったら何票ぐらい動いてんだろうね。一応ね、今ね、この枠で言うと、2減らすでしょ。3。タヌキだけで45票。46、47、48、40、51で81票動いてますね。81票、マジかよっていう。81票でかくね。でかいね。トールさんすご。まあタヌキだけでも、タヌキとあの普通の人のコメントだけでも50票ぐらい、ポンポンは入ってないからね、100票ぐらい動いてるかもしれないね、もしかしたら。多分100票ぐらい動いてるね。
結構動いてるっちゃ動いてる。師匠の足でま、里井さんお疲れ。あ、お疲れ、足でま先生。でね、一応加工動画、動画の部分はですね、僕の YouTube の方で公開してます。これね、一応チャンネル貼っとこうか。過去こんな感じで動いてきたよーっていうのがね、ここ、これで動いてますね。この僕の、あ、動いてますね。ここで、一応、初日からね、最終日まで、動画は上げてます。はい、これに関してはね、うん、匿名応援団長さん、あ、萌えプリン1票89。まあ萌えプリンももうこれ焼け石に水ですね、ここはね。まあでも約まあ35票はでも遠いな。遠いでしょ、ちょっと。そんな35票ってそんなにあれだと思うよ、動かない。動くのが難しい感じのあれだと思いますね。匿名応援団長さん、シュリポンに1票。はい、シュリポン2票ね。125。いや、でもこれは来てるっちゃ来てるね。かなり。匿名応援団長さん、ポンポンを3票。あ、ポンポンありがとうございます。あ、どうもどうも。うん、一応全部見えるように公開はしてます。順番にね。で、この最終日のやつももちろん公開はするんですけど、どうなるかね。最終的にね、まあ、この無言の時間みたいなのがやっぱできちゃうっていうのがあって、うん、たっちゃんさん、マフさんに今日はお願いします。マフティに1票ね。あ、これなっちゃんとポンポンだから2票ね。120。いやー、これはいい戦いだね、本当に。ゆりこちゃんさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。よし、なっちゃん追加しとかなきゃ。
こちゃんさん嫌われたい感じ、みんな。いや、わかんないっす。嫌われたくはない人も入ってるとは思うよ。まあ残すところあと1時間20分ですか。まあ逆転とかはあるのかな。やっぱね、時事ネタとかそういうので上がったり。じゃあ私は邪魔してしまったんやね。いや、わかんない。何の話かわかんないけど、ポンポンありがとうございます。で、これがあれですね、何位だったっけ、まあ、何位かにいたなっちゃんですね。やべえやつっていう、あ、36は2票入ってるね、あの風俗嬢のなっちゃんです。はい、まあ解説していった感じの人ではあるんですけどね。ガッチャンさんに理由が気に入らないな。うん。いや、それは知らん。そういう理由が入ったんだから。ガッチャンさんなんで2回も言った。バックコートアンダーバーコート。うん？ 2 回言ったっけ？ちょっとわかんない。そうね。まあ流れ的にはまあ今はもう停滞する時間ではあるんだけど、まあ一人バッて来ることによって、まあ、ブワーって変わる時もあるからね。うん、一人出して、まあ、それがね、まあ、待つだけしかできないのが僕のつま、あれなとこなんですけど、うん。たっちゃんさんでは姫のとこに行ってきます。あ、ありがとう、ありがとう。行ってらっしゃい。で、姫っていうのは気持ち悪いけどね、言い方。あ、はい。多分迷惑になってると思う。こういうのあれだと思うけど、余計なことかもしれないけど、多分それ迷惑がられてる。たっちゃんさん完全にいなくなってから悪口言ってください。ん？まだいたの？知らんかった。たっちゃんさん、バックコートアンダーバーコート。うん。まあ、ちょっと気持ち悪いかなって。姫とかちょっとよくわかんないし、ちょっとキモい。っていう感じはあるかな。まあ個人的にはだよ、あくまで個人的にはちょっときめえなって思うんですけど。
まあ、こういうところかなっていう感じはありますね。ほんと、ちょっと気持ち悪いなーって、まあ、思うのは多分僕だけじゃないと思うんですよ。まあいいんだけどね。まあ嫌われようがどうしようが俺のことでもないし、いいと思います。まあ最後までね、ここまで来たらやりますけど、でもなかなかね、まあ、票は進まないと、まあそうね、やることなくなっちゃうね。まあ、この時間ね、やっぱ配信者が増えるっていうのもあるんだよね。これが朝とかだったら、すごい上がったりするのよ。結構ね、90分とかやっても全然上がるんだけど、この時間はやっぱ厳しいかなっていう。まあ、最終日0時までやるっていうことなんでね、まあ、一応最後までぶん回していきますけど。匿名応援団長あ、さん、チアチリーアダーありリーがとうごダーざをいプまレす。ゼントしました。チアリーダー？なんでチアリーダー？誰だ？あ、ありがとうございます。ああ、どうもどうも。まあ一応、ちょっと結果はね、だいぶ変わりましたよ。こんな感じでね。まあ、見てわかると思いますけどね。たぬき35号さんマフティー理由欄見てて嫌いになりました。まあそういうのもあるよね。まあでもこれは事実だからね。まあしゃあない。たぬき31号さんわら。まあ、今もちょっと女性トラブルでいろんなところで取り上げられてる時の人ではあるからね。まあ時の人っていうのもちょっとあれなのかなと思うけど。まあ時の人ではあるよね。
まあ、でも まったりって感じだね。まあでもどうかな。まあ早く結末が見たいかな。たぬき結末っ36てか号まあさ決んまっは、てる。私アンダーバーしてないのにアンダーバーしたって虚言は言ってる。まあアンダーバーばっかで何言ってるかわかんないんだけどね。まあ私が誰かもわからんのだけれど。ナビーユさんは一票お願いします。ああ、誰ですか、ナビーユさん。誰に一票かな？ナビーユさんマフティーにわらわらわら。ナビユさんマフティーに1票。ああ、もうシュリポン危うくなってきたかな、これ。あと4票差。ここの戦いが熱いですよね、多分。今一番熱いので言えば。正直。ここの戦いが一番熱いかな。たぬき31号さんナビーユ。ナビーユ？ってこと？たぬき31号さんはフティのサブアカ。いや、違うんじゃない？わかんない。知らん。どうなんだろう？いや、あんまり興味がないからね。分かってないのよ。たぬき31号さんマフティーの家の猫じゃんこれ。あ、そうなの？知らん。めっちゃマフティーのファンやん。びっくりした。やっぱいるんだね。ま、猫に罪はないけどね。どんだけ飼い主がクズでも。
たぬき453マフのサブアカダロワラ。あ、そうなの。いや、知らんて。まあそうならそれで別にいいんだけどさ。まあどっちにしろ同じ条件っていうのは変わりないしね。ああ、全員同じ条件でやってるわけだからいいんじゃない。そりゃ俺だけなんか条件が悪いとか。うん、あ、ポンポンありがとうございます。そういうわけじゃないからね。ああ、みんなその条件でやってるわけだから別にいいんじゃない。うん、多分。俺はそう思うよ。不正とかどうこうとかっていうのやっぱ出てきたり言ったりする人いるかもしれないけど、正直まあみんな同じ条件はみんな同じ条件なんだ。たぬき35号さんは、うん、ごめんなさい、私のマフティーの1票って入れてくれました。35号はちょっと待ってね。35入れてる入れてる、うん、書いてるから35号は入れてます。あれ今やってるの、あなた。あなたも最終日じゃなかった、多分やってないね。うん、匿名応援団長さん、プリンで出ます、ランキング楽しみです。プリンでね、はい、了解っす。でもここからはそんな動かないんじゃないかなと思います。もうたぶんだけど、まあまったり最後までっていうね、感じにはなりそうですけど、まあここで枠を取り直しみたいなのするとまたブワーって動くんだけど、まあ最後はもうこのままでいきましょう。うん、あと1時間ですか。まあそっちの方がいいっしょ多分。匿名応援団長さんはこっちでもプリンで、おやすみなさい。あ、了解です、ありがとうございます。プリンが91。たぬき50号さん、しんのすけでライ。50がしんのすけね、了解了解。10が、しんのすけが12ね。はい。たぬき50号さんは投票形式。あ、そうですそうです、もうずっと投票形式です。え、他何形式だと思ってました、ちなみに。何形式だと思ってました、なんか他にないでしょ。
たぬき50号さん何の資料かと思いました。www 嫌いなやつ多すぎてわらわらわら。なるほどね。ああ、そういうことです。はい。まあ一応、正確かどうかっていうとやっぱ微妙な線になるんですけど、少なからず平等ではあると思いますね。このランキング。うん。全員平等な感じでは入るようになってますね。うん、まあね、不正、そう、全員同じ条件なんで、うん、一応、まあ、そんな感じ。たぬき50号さん配信者クソみたいなやつ多いからわら。まあわからんでもない、うん、クソみたいなやつほんと多い。まあね、やっぱ人をすぐ裏切るやつもいればね、まあ立ち回りみたいなんでうまいことやってるのはいいんだけど、うん、ちょっとこの人裏切りすぎ、まあ裏切りとかね、まあそういうのっていうのは日常茶飯事なのが配信だから、まあしゃあないんですけどね。うん。まあだから、まあ配信者っていうのはやっぱ信用とかそういうものはまあするものではないかなっていうのは思いますよ。うん。たぬき50号さんカメレオンみたいなやつね。まあ雷神之助ね。あ、わかりますわかります。カメレオンみたいな顔してるやつですね。たぬき50号さんわらわらわら、うん、まあこっちがね、まあ、まあ配信者の中にはですけど、まあこっちがね、いくら、まあ誠意を持って対応したとしても、ね、まあ裏切る人間とか、いろいろやってくる人間もいるからね。うん、まあそれが間違ってるとは言わんけどね、別にね。お互いの考え方があるわけだから。まあやってて面白いっちゃ面白いっすよ。うん、ぶっちゃけね、いい悪いじゃなくて面白いか面白くないかで言えば結構面白いっすよ。そういうのも踏まえてね。ちなみに次って何のランキングしてほしいとかあります？このランキングしてほしいなとかあれば、まあ試しにちょっとポロッとやってみてもいいかなと思ってるんですけどね。まあ、ちょっとまた僕が明日がね、また早いんですよ。前ほど早くはないんですけど、ちょっと早いかなっていう。まあ仕事がね、ちょっと早い時間にあるかなっていう感じで。キジトラさんこんばんは。あ、どうもこんばんは。あらあら、お久しぶりじゃないですか。
今ね、ちょっと嫌いなやつランキングみたいなのをやってて。結果今こんな感じになってるっていうやつですかね。たぬき3号さん、もっち、何位になったん？もっちんは今さん、ああ最近かなのに絡まれです。その人が嫌いっていうか苦手、LL3。 あー、まあ誰か言ってくれ、まあ、10あ今9位ですね、19票で。今まあトップ争いがシュリポンとマフティですね。まああと1時間。さん、多分ここには載ってない変なおばさん。ああ、名前言ってくれれば追加はしますけどね。結構今70人ぐらい出てるんで、もしかしたら載ってるかもしれないです。はい。まあでも言ったらね、まあ名前入りでやっぱ言うとね、その人にまあ連絡が行ったりするとね、あれになるかもしれないですけど。まあ、もしよかったらね、投票していってもらえたらいいかなと思います。たぬき3号さん、すごい、私入れてないですよね。ん？いや、わかんないです。それは知らないです。私が入れてないかどうかっていうのは、ああ、3号は入れてる。3号入れてますね。3号は1票入れてます、もう。誰にかまでは分かんないけど、ポプモププリン、気があっと相方はうすらハゲさん、こんばんは。アスタリスクオメガバックコートアスタリスクの今日もマフでプリン、マフティね。プリンがマフティーに1票ね。この辺がマフティー、シュリポン接戦だな。まあやってることえげつない2人だから。まあ特殊記号で打てないけど、ノー RI って人がワクチンダメとか健康食品進めてくるからやだって感じで投票。ノリっていう人ね。もうそれは入ってないわ。ノリ。何？なんか。まあ、健康食品しつこく進めてくるって書いておきますね。はい。いやーでも結構な感じかな。なかなか面白い結果にはなったんじゃないかなと思いますけどね。結果的には。ちょっと待ってくださいね。
これが、あ、こっちからか。ポプモププリン、気がアット相方はうすらハゲさん、理由裏取りできたから。理由裏取りできたからはちょっと意味わかんないです。はい。ん？って感じ。理由裏取りできたからってどういうこと？ポプモププリン、気がアット相方はうすらハゲさん、個人的な理由ね。ああ、個人的に嫌いだからってことね。あ、そうっすか。そんな、ああ、そうっすかぐらいしか言いようがないんだけどね。うん。まあこの萌えプリンっていうのがやっぱマフティーとちょっとねトラブルになってたというか、揉めてた方ですね。あ、お疲れ様です。はい、一応まあね、3位か、3位に入ってる方ではありますね。最終日ね、いろいろ動きは、まあ、激しかったかな。いやー、でも、まあ、これもウィキの方でも一つの記事になりますしね。まあ、面白いか。すごいな、でも。人が人を嫌うっていう力ってね、やっぱすごいなって思いますよ、これ、やっぱ見てたらね。思うのはやっぱりね、そういう力っていうのはやっぱりすごく強いもんだな、なんだなっていう気はしますよ。
まあ、怖いもん、ちょっと。ぶっちゃけね。そこまで来ると。恐怖すら感じれるレベルでね、やっぱえぐいなーって思うのはありますよ。まあこれが人の醜さってやつなんですかね。うん、これ見たら本当に人間っていいなって言ってるレベルじゃねえなって思いますもん、本当に。まあ日本昔話だけどね。うん。本当にこんなんいいと思うって。たくなりますよね。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとうございます、ポンポン。まあもうこの辺りでね、もう終盤戦飛び越えてもう終わり間際になってますけどね、まあ見てる方はね、まあどうだったかな。いやでも結構ね、投票で、まあ、最終結果が出るのがやっぱ楽しみっていう風な人で、まあもう今日は寝るけど明日、まあ明日仕事だから寝るけどっていう人とかもね、いたと思うんでね、まあ最終結果楽しみにしてる人のためにね、まあ最後までねやろうかなっていう。いやでも見ててね、えぐいなーっていう気持ちと、まあ、人って怖えなーって思う気持ちがやっぱ半々ぐらいかな。実際、ね、この、まあ背景を見ていくと結構それが見えてくるんですけど、仲良かった人同士が入れ合ってたりだとか、揉めたからっていう理由でね、うん、その黒さっていうのもやっぱり見えてくるっていうのがね、うん、やっぱ怖えなーって、もまあ怖いもの見たさっていうんですか、そういう部分ってやっぱありますよね。マジかよって、この人これに入れるんだみたいなね。てか揉めるのを隠そうとしない人もいれば、揉めるのをちょっと隠ししながらね、打ってる人もいたりするんだけど、やっぱ誤爆しちゃってバレちゃうとかもね、
見てて。匿名応援団長さん、木村たこや。ああ、木村たこや、ありがとうございます。木村たこや、でも、この木村たこや、僕知らないんですよね。もう、20票か。もっちん抜いて、9位に。なるほどね。匿名応援団長さん、同じくキムタコで。キムタコ、キムタコが21、名古屋に並びましたね。まあもう争いにはね、ちょっと参加できないでしょうけどね、トップ争いとかそっち系には。まあ、この人もこの人で嫌われてるんでしょうね。たぬき51号さんだら詐欺軍団。ラグ詐欺軍団51号ね。51がララ軍団。ララ軍団はまあでもピノコはもう超えれないだろうね。まあ下からの追い上げに耐えれるかどうかっていうところにいるのがやっぱララ軍団かな今。うん。どこじゃないかな。来るんだな。そんな奴らもいたなって感じではあるけど。たぬき52号さんだら軍団でお願いします。ララ軍団52がララ軍団1票ね。ララ軍団この土壇場で追い上げはでも厳しいんじゃないか。相当人集まるかなんかしないと。そうそう、これは抜けるあれじゃないからね。そんな簡単にぶち抜けるっていうレベルの戦力差じゃないかな。はい、ということでね、残り30分ぐらい、だいたい今ゆっくりでもやっていきましょうか。どうなるかっていうのまではね、今のとこ想像つかない感じではありますけど。まあでも想像はまあ一番
もうメインで争ってるのがやっぱシュリポン・マフティだよね。シュリポン圧勝、ね、マフティ圧勝と思いきや、まあシュリポンに来て、で、今度はシュリポン圧勝かと思いつつも、また追い上げてきたっていうね。これはもう、どうなるかもちょっと予想がつかないレベル。かな。もうここ以上は多分予想がつかないと思う。まあ、ちょっとさ、ね、3票差だもんね。3票差は、まあ、全然覆る感じのあれなんだけど。トール3音追しておきました。ありがとうございます。もう30分切りましたしね。まだ切ってないのか？あと32分かな。もう作り始めてもいいんじゃないかな。体勢変わらんだろうから、これで作り始めるかも。一応ね、ここで変わったら一応その後作り変えるんだけど、作っていきますか。2021年7月。
まあ大して変わんないと思うんだけどね。まあ変わったら作り直しゃいいだけの話か。サイズどうやって変えるの？サイズは変えれないのかな？そんなことないでしょ、これ普通。サイズアップロードできない。サイズアップするタグとかないんか？もう作り始めてますけどね。もうちょっと大きさ変えれるタグみたいなないのかな、これ。見出し。あ、これし、こいつだけ、これでかくなるか。どうだ。で、これが、これで、これを一応あれにしようか。トップ3だけは別格みたいな感じにしとこうかね。いやー、でも激しいね。レビュー。まあもう終わったと思ってね、意外とあれしてますけど。
たぬき53号さん、ララララ軍団。ララ軍団ね。ララ軍団が29。まあ、多分大概変わんないかなと思うんだけど、この辺はね、濃い。6位。4位、5位、6位というか、まあいいか、これ4位、5位、6位、10位まで赤文字にしようか。ない。7位か。7位。たぬき54号さん、たこや。たこや。順位変わったわ。たこやが22。で、これが上ね。7位に。木村たこやが7位に。そうか、そうか。こっちも変えなきゃね。7位。もう変わんねえだろうと思った。普通に変わったわ。ああ。でスマイルジャックとかを8位にすればいいのか。8位で、8位タイがまた名古屋のキングね。めんどくせえなこれ。9位。あ、こうか。ん？あ、これが10位か。そうね。9位タイがいるからこう10位になるのね。ここまでが赤文字。とね。あとはもう適当でいっか。11位がこいつもでしょ。凍結が14位。まあちょっとこれやっときゃあと変えれるからね。で15位、花蜜。で15位タイが花蜜なくて僕ね。で、これも15位タイでしんのすけ。で、おじたんが18位。
そうか。で、大福19位。で、出荷が20位ね。で、セイチャラが21。合ってるよね、ここまで。合ってるね。で、21位タイがジーマか。待って。で、スノーが23位ね。23位。で、佐藤エアカレシ23位。パン粉も23位ね。花屋も23位。で、M 様は何位なんだこれ。M 様が27位。27位タイ。この辺は多いね。で、ハッシーが27位タイ。ヨッサン27位タイ。で、パッコロも27位タイ。たぬき55号さん、シュリポン。イブも27位タイか。シュリポンね。55号126で、シュリポン。こっちも買い直しとこう。126。ないで、ライラ。ライラが32。で、マーベリックも32か。そしたらいいね。この辺は32多いから。32。で、やすしな側も32ね。で、なっちゃんも32。で、しんやっちょも32か。で、はにも32。で、やっさんがなんぼだ。やっさんが39位。あとは全員39位だね。よし。あとは39位をコピーしていって、瀬尾、リリー、トシ、トンペイ焼き、もっちゃん、よろしくね、しき、お嬢、ちり紙、パトラッシュ、ワドオ、レッド、お稲荷、ゆい、爆投げし、かい、いとちゃん、イキリスト、たけち、小林、もも、ワンワン、ウィザード、エロ髪、足手まとい、ミキッチ、すみ、あいちゃも、のり、で終了か。で、あとは型をうまく合わせて。
よいしょ。こんなことやってりゃもう時間くんだろう。てかこれテキスト上である程度整形してからやればよかったな。あ、間違えた。こんな感じか。これ表だけつけるか。表。よいしょ。たぬき56号さん、シュリポン。シュリポンね、了解。シュリポンが127ね。こっちも直しておかなきゃ。シュリポンが127。圧倒的だね。いやまあもうこれは変わらんでしょ、シュリポン。まあわかるけどね。よいしょ。ちょっといろいろもう結果を作ってますね。今ちょっと変えるだけで済むようになるかな。次からもう1票のやつは入れないようにしようね。ランキングの最後のやつはトップ10まで出すとかそんな感じの方がいいかもしんないね。うん、これで一回公開してみるか。あ、一般公開、コメント制限誰でもほいっと。はい、ということでね、一旦ちょっとこれ公開しました。はい、これね、まあ、もしよろしければね、嫌いなやつランキングアットフネンゴミさん https://zawazawa.jp/kenkawiki/topic20。 こんな感じかな。まあ、1位はシュリポン127票、自殺に追い込んで責任逃れとかね、こんな感じでバーっと出てますんでね、よかったら見てやってください。はい、もう終わりでしょう。ここはもうこれ以上はないかな。もう変わらんでしょう。多分なんでこれが結果発表ですね。まあ、ちょっと変われば、それ追加とか変更はしますけど、基本的にはこれで固定でいこうと思います。基本的にはというか、まあ、票数だけは入れるけどね。さすがにもう変わる気がしない。
個人的見解ではもうこれで終了かな。ということで、まあ一応、もうあれか。もうコメントもないだろうし、まああと10分ちょっとあるんだけど、まあ終わりますか。うん。ラスト追い上げっていうほどでもないでしょ、もこんなところでいいんじゃないですか？それではまあ、終わります。はい。まあ協力していただいたね、皆様方、どうもありがとうございました。多分ね、結構、各配信者のね、特色等々出ていると思います。はい。まあ、おのおのね、まあ、横に出てる内容だけでもね、見ると面白い感じかもしれないです。はい。よかったら皆さんもね、これね、見て、まあ、絡む人とかの参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。はい。この人と絡むとちょっと危ないかもって、周りからね、攻撃されるかもだとかね。そういうので、まあ、これを見てね、この人と話して本当に大丈夫なのかっていうのをね、まあ、ぜひとも見ていっていただければなと思います。はい。まあ、より詳しいって感じだからね。まあ、4日間もやったんだから、これ、表数、